あのルナル、これもまた当時大人気キャラでしたよね。ルナルいいキャラでした。 あれ決まった当時いかがでしたか。最初その台本を見た時にあれロスガルが発表される前だったと思うんですけど、そのサンプルとしてロスガルってこういうキャラだよっていうのを貼っていただいたんですよ。でそこで初めてロスガルを見たんですけど、やっぱいかちいなと、かっこいいし、これじゃちょっと決まりは通れないよねって思ったんですけどこれじゃあね、これじゃあ通れないな。でもセリフを見ると、うん、あれでも思ってた感じの、うん、あのなんていうんだろう、セリフ見たら姉さんって書いてあるから、うん、姉さんってどうしても V シネの方に行ってしまうんだよねであのキャラかじゃないですか、はい、うん、まあ、どうしてもやっぱこう姉さん、マドウヤの姉さんみたいな感じになっちゃうんですよ、イメージが、うん、でも、うん、全体を通して見ると絶対そういうことではないだろうし、なんだろう、その姉さん、なんで姉さんって言うんだろうな、お姉さんとかじゃなく、マトウヤでもなく、うん、姉さん、なんで姉さんって言うんだろうなって考えた時に、あ、これ次の話しますか、このまま話しちゃって。いや大丈夫ですよ全然、はい、やっぱりルナルにとってはマトウヤは何だろう、ある種の、まあ、お姉さんでもありながら、うん、そのマトウヤに対して母性的なものも感じてるし、うん、だから大好きなんだけど、うん、僕の中では決してラブではなく、うん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 、あくまでライクであって、うんうん、そこの調整っていうのかな、なんかすごい難しくて、いやでも絶妙だったと思うんです。ここまで以上いくと、うんうん、なんかもう本当に何だろう、うんって何なんですかねいや難しいけど、ちょっと家族愛みたいな、そうそうそう、ね、どっちかっていうとそう受け止めてたので、うんうん、あんまりこう僕の中ではその恋人みたいな感じで接しているつもりはないんですけど、うんうんうん、あくまで大事な人、とても 大切な人っていう意味でやりましたね。ラケティカの別れのシーン、すごい痛くなりましたね、心が。ああ、最後ですね。お花持つところね。あれ僕結構調整で見たときに いきなり行っちまいましたもん。ああ、いつであのね、PLL で漆黒のお気に入りキャラが吉田さん、ルナルって言ってたから、ね、いやそうなんですよ、すげえ嬉しかったです。いやでも まさに優しいんですよ、うん、その演技も声も、まあ、当然そこに引きずられて我々の作っていくこうカットシーンっていうのも、やっぱルナルのシーンってどこを撮っても優しいんですよ、うん、絵が全部で、そこに対して普段こうヤシトラ、マトウヤも見せない面をつい出ちゃってるっていうところが、うんうん、あのルナルの良さだよなと思ってて、で真正面からあんなに純真なその愛にもいろんな形があるから、家族愛も含めてぶつけられたことって多分なかったんだろうなと思って、ヤシトラもだからもう素が出てるあれが作れたのは、まあ、やっぱり演じていただいたものがあってできたことだと思ってるんで、あそこ俺ちょっと今思い出して喋ってるだけ危ない本当に、あそこはだからもう余計なこと考えないでやった方が、ルナルは本当素直だし、なんか企みを出そうとすると多分また違う感じになっちゃうんだろうなっていうのは、いや